食の中で。おエピタフプレートや。いやこれが。うわエピタフプレートや。シリーズ通じて好きなの。いやわかりますよその気持ち。すごくわかる。まあエテさんにはバンギスがお似合いですわ。エテさんバンギスって顔してますよね。あれディスられてる。あれ。いやかっこいいってことです。そんな。何を息が臭そうなんて言ってないですか。まるでバンギスがかっこ悪いみたいな言い方するのやめません。ちょっとかっこいいしらバンギス一番かっこいいしら、なんかこのジャグみたいな、シュッシュッとしたね、世紀末にいそうな、完全に世紀末だなこれ。ベルトがポイントね、ベルト、ベルトがポイント、チャーミングポイント、そう。誰が一番死んだでしょう。グランプリの優勝する、ああ王冠もらってる、素晴らしい。いやあれなんですけど、その実況の時に、うん、落ちた回数が一番多い人がなんか罰ゲーム的なのが、下で手3しか多分受けないあらいいよいいよそんな、いいよ罰ゲームはあります、罰ゲームや、そんなん言ったら、積極的に狙っていかないと動画投稿者としては。でしょ、エテさんホストなんですからね。おいしくエテさんホストですよ。おいしくないですよ。あ、皆さん爆弾持ちました。あ、ちょっと待って。そうか、爆弾持っていかないと。ちょい待ち。眠らすんで。それはじゃあ、準備しないとな。オッケー。でっかい方かな。いや、どっちでもいいです。見た見てない。まだ見てないです。面白いから、それ。シャム。え、これってストーンフリー？違う。なんすかこれ。一瞬ジョジョのキャラで見える。シャムシリーズやから、それ。先行玉をもらう。ああ、よし。ここ懐かしいな。エテさんが持ってもな。見とけよ、前段決めたるかな。何個持ってるんですか、ちなみに。2個、アルバトリオンか。あー、クラウドリンク飲むの忘れた。いや、死ぬ確率が高いな。で、エテさんが死ぬんですか。アルバトリオン、こんなにでかかったっけ。さ、君たちは3人で1オツな。エテは1人で。アルバトリオンってこんなに2オツ。もうちょっとちっちゃかったような気がするけど。飛べユーポン！飛ばねえよ。あれ？最初眠らす方法で？あ、どうしますの？乗ってこかしてからでもいいですし、先眠らしてもいいですし。オッケー。一撃が重い。ほらほらほら、サンちゃん死ぬよ、サンちゃん。大変だ。飛躍の。大変だ。危ない、早く、危ない、早く。大変だ。大丈夫かなこれ。そう、エテは知ってる。アブドルさんが粉塵をいっぱいいつも持ってること。粉塵を。うん。あら粉塵を。そう。あ！これは自分で回復します。はい。もちろん。じゃどんだけ動くマジで。アルバトリオンってこんな BGM でしたっけ。おお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 おまだ眠らんのかこいつ。そろそろ来る？そろそろ寝ちゃう？長起き。次やでんと眠らんかな。僕たちが眠らないからこいつも眠らないな。シェイ。あ、眠らん。眠らない？嘘やろ。
18発あったら、ね、眠るはずなんやけどな。我かなこいつ。エテさん、ここコード使わないでいいですよ。ちょ、セレクト押すわ。ベハカ。ここ落とす。こんな、こいつ雷でしたっけ。そうそう、雷と氷と。雷と氷と、うん、何ですか。雷、竜、うん、これ大変みんな大変、これ大変、これ大変だ。なんで俺がここにしたのかわかんないんですよね。これ降りてきたら投げたら、よし、落ちろブロ。普通です。普通？普通です。普通？けどよく考えて、エテが落としたんやで、よく考えて。あ、プロ。プロ。オッケー。プロハンですか。プロですからね。宿っすぜ。来た。よしよし、宿った。で、こいつおねねしない。寝ないパターンですね。ねねいずしない。うん、すいませんな、最後に言ったとあれ外したんですよ。あら、じゃあ爆弾どうしましょう。次回持ち越しということで。最悪転ばせれば、うんうん、頭に置いてそれを狙ってくれればというのも、おお、そんな時間があれば。知る。あえてさん、死ぬ。あえてさんが粉塵王。オッケー、オッケー。よっしゃ。おチャンス。チャンス。えてさん、ドン。どこでもいいや。チャンス。ユーポンもそのまま。雑。時間がないね、巻きで。雑。やどせえ。ちなみに今の野良でやったら、さらされますかね。さらされるでしょうね。無知的時間だ。あぶれ。で、大変。あぶれ。はい。あかん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 。ちなみにこれはもう折れてるんですか。折れてないですね、あのサブタゲがそうなんで。ああ、じゃあもう一段階。エテさん、任しましょうよ。破壊王。ああ、本来弱点特攻。破壊王。そしていったする破壊の王ビルス。ビルゲイツ。ドラゴンボール。うん、破壊道具。ビルス。です。神と神。です。神とエテ。神とエテ。とタレス。タレス。ゼウス。ゼウス。ゼウス。機動力アップ。アクシルレイ。全然じっとせえへん、全然攻撃できん。知らん、これは大変だ。これはオアシスの力を借りるしかない。何それ。回復やったっけな。あ、やばい。ここにいたら回復する。オアシスだな。あ、え？あぶな、紙一重。すぐ死ぬからな。かばったやっしゃ。明日までは待てない。今ユーポンが死んだ。ユーポン危なかったから、ユーポンかばったらでも危ない。死んだんやしな。なんて今ユーポンをかばって死んだんやしな。
だそうですね。正義ジャスティス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 。あー飛躍ないし。じゃあ体力少ない状態でスタートですか。まあいつも通りですね。大体いつも後半こうやから。そうだ。さ落ちしちゃう可能性がじゃあ高く。最後1個しかなかった、さっき1個しかなかったイニシエの飛躍を飲んでしまったから。普通の飛躍ないんですか。1個だけ。あけどそっか、今日ケルビいっぱい倒してたから。なるほど。あケルビやったっけ飛躍って。飛躍は違います。イニシエの飛躍がケルビの角なんですけど。あじゃあ多分作れると思う。ケルビの角5本ぐらいはあったと思う。西江の飛躍はちゃんと、長方形を持ってきていると。持ってきてる。抜け目ないね。抜け目ないですよ。うん。まあ僕は、満足感というスキルがあるんで。満足感いいですね。たまにしか発動せんけど。飛躍かな。よいしょ。たまにアイテムが減らないとかいうよくわかんない。満足感使ってもアイテムが減らないんですよ。そんな夢のようなスキルがあるんですか。あるんですよ。あるんですけどね、ジャパネットでしか売ってないんで。いやーじゃあどうします。 OK危ない。これ乗れんじゃね？乗れんじゃね？これ。乗っちゃいます。お。乗っちゃいます。アイドン。乗っちゃ。これ失敗してるだけじゃ。アイドン。絶対成功させるから。本当に。成功っす。いや、こいつは本当にあれですよ。暴れん坊なの。もう3連続来たら不可能です。危ねえ、もうちょっと失敗するとこやった。失敗ね。危ねえ。現実逃避かな。耐えた。いや、まあ、いや、本当に鍛えたぐらい。難しいね。あ、耐熱効果が切れてしまった。そろそろ書き換えの時間。うお。大変。瓶付けの時に狙うとかこいつ卑怯やな。エテさん狙えばいいのにあの時エテさん狙ってエテさんやったらな。確か集中的に狙える狙われる的なスキルが猫飯であったよな。ちょかかってこいでしたっけ。何やったっけ。挑発みたいな。あ、それ違う。かかってこいは乱入ですね。あら、ランニングあれば。な、そういうスキルつけてないのによく狙われるんですよね、僕は。ユーソン。よく耐久薄いのが狙われる AI っぽい、なんかよくわかんない。ユーソンさんと、白早手行った時あったんですけど、その時、はい、ガンナーじゃなかったのに集中的に狙われてたんですよ。まあそれは僕がプラグインみたいな、プラグしちゃったので。危ないよ。手さんの改造コードが。うわぁ、サンクロームに集中的に攻撃しろっていうコードがあるから。すごいピンポイントな嫌がらせです。よっ、飛べアブドル。音から飛んでるな、これが。もう飛んでった先。音から飛んでるんだ。ああ、凍らされる。やっと降りてきた。よっしゃ。また飛びますよ。こんなにこいつ飛ぶやつだったっけ。そんな飛ばなかったんですけど、このさが飛ぶんすよね。しっぽ。エテさん、しっぽよりテンツラだけの方が優先なのでは。頭完璧にエリアのせいでしょ。ガード。あ、死ぬ。やだっせ。死ぬ死ぬ。大丈夫。
今のナイスじゃないですか。いける。てか頭変なとこあるな。はい、尻尾切れた。ナイスです。おお、ナイスです。もう頭だけだ。よ、よ。あとはエテの仕事か。エテさん。帰ってくれ、帰ってくれ。エテさん。マジで、もう頭どころか首ごといっちゃうかもしらんな、こいつ。首ごと跳ねます。首ごと跳ねちゃうかもな、もう。うわ、首が跳ねる。やばい。跳ねられる。首ごと跳ねます。ちょっと頭が高いな、位置。いい、狙うなよこいつ。めっちゃ来る、来いよ、来いよ。おお、いい位置、いい位置、いい位置。いいんじゃないの。その、あー、よし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 、その1、いいんじゃない、その1キープ、いけ、いいんじゃないですか。あ、ちょっと、あ、ちょっと、あ、ちょっと、あ、自分から入りに行くのか。誰ですか、固まってんの。ちょっと、ヘルプヘルプ、ちょっと雪だるまになってんの誰ですか。サンちゃん、サンちゃん、いけ。助けてあげたのに、あだで返すんか。ちょ、頭やっちゃうから、もう濡れ衣の、濡れ衣のエテって名前です。来るよ、降りるよ、降りたら、なるほど、なあ、降りてこへんな。よし、来い。あ、来た、ここ、見て、おー、危ない。回復しとこう。おっしゃ、落ちてんの。あ、来た、チャンス。チャンスなのは分かりますけど、体力管理も。復活。オッケー。あの、火吹いてくれへんかな。カツの絵で火来た、ここ、てぇ、あ、ピンチ、あ、来た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 、ここ破壊を、あと3発かな、あと。ずいぶん具体的です。あ、ちょっと、ゲージ見えてるから。体力ゲージ。バレ。PSP じゃないんだから。怖いなぁ。アトリオってこんな時間かかるやつでした。すみません。あの、壁に刺さらないですかね、このマップは。昔確か4人でガンナーですごい楽に倒せたような。ここが着地するか、着地する、着地、落ちろ。バコッタもやばい。ああ、破壊よ、破壊よ。ああ、ユーポポそのままでいいじゃん。やめて。うわー、ステツラで壊せかった。ギリギリか、まあ、弾やね、たまたま、たまチャンスはあるよね。砕けた天閣なんていらねえんだよ。てか、尻尾どこ？あそこにありますよ。せないの、せないの。ちょ、尻尾どこ？尻尾あそこにありますよ。あっち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 にありますよ。あっちあっち。あっちにありますよ。あったあったあった。あったあった。
尻尾も2回採取できるとか。優しい、あー竜玉が出た。うわこれマジこっから出んの。あーくそ、あーくそ。え、てた今のナイスじゃないですか。よくやった、やったよくやった。うわ、何かよくやったよね、ほんと。報酬めっちゃ少ないね。ないな、弾もないな。幻覚を破壊しないと出ないですね。あれ、てかなんで血がむっちゃ出てくるの。8個とかいらん。血がめちゃくちゃ本当に出ましたね。エテさん、はい、天格ツールじゃなくて血のツールでも出ました。サンクロム狙いツールしか使ってないです。ちょっと一旦失礼します。はいはい、うん、ちょー、頭壊せんかったね。ですね、絶対あれやって、爆弾が足りなかったんだって。眠らせなかったのかな、うん、何がいるんあれ、眠らせるのにアイテム、うん、眠りそう、睡眠瓶ですよ。睡眠瓶売ってる。ガンナーじゃないと使えないですよ。渡したらいいんじゃん。あ、その方法もなくはないですよ。最悪、最悪ね。最悪その方法もありなんですけど、問題はその間に狙われる。戻る、戻り玉。戻り玉。まあ渡せそうやったら渡すみたいな。おお。一応持っとくわ、一応。了解です。